師匠がどうしてもやりたいというので皆さんで一緒に新しい踊りをやってみましょう。はい、この名もボンジョビ、知ってますか？東京の中野区、中野駅前第4盆踊り大会で踊られている踊りです。ちょっと時間もないので舞台の上の3人を見ながら、そして私もアナウンスしながら誘導しますので、ぜひ踊ってみてください。踊り方は簡単、3つの動きだけ。大丈夫ですか？和を4つ、十字を4つ、そして煙を4つやります。で、開いてちょんちょちょんちょんちょん、で、もう1回始めたらよろしいでしょうか？音響さんお願いします。ぜひお二人もやってみてください。はい、さあ、レクリエーション協会の皆さん、黒い衣装盛り上げてください。まずは初めは手拍子からいただきます。みんなでスモールドーイ、はい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 We'll be right back.
ましたので終了といたします。皆様ルールを守ってまた明日も楽しみたいと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいま9時をもちまして踊り肌に終了です。皆様楽しんでいただけましたか。明日もまたお待ちしております。さあそれでは交通規制解除のお知らせです。この後9時15分に交通規制が解除となります。この後9時15分には交通規制が解除となりますのでどうぞ皆様ご協力お願いいたします。交通規制が敷かれている区域内に車をお停めの方は9時15分を過ぎてからの出庫となりますので皆様よろしくお願いいたします。この後9時15分には交通規制解除となりますので皆様ご協力お願いいたします。スタッフまた警察の方の指示にも従ってご協力をお願いいたします。9時15分には交通規制が解除となりますので皆様ご協力をお願いいたします。豊昇祭流し踊り1日目です。皆様のご協力をもちまして無事に流し踊りそして踊り肌にと終了いたしました。明日はまた7時より豊昇祭流し踊りのスタートとなります。明日午後6時40分から湯田村、6時50分からご挨拶など出発式を行いまして夜7時に出発となります。明日も黒潮され流し踊りどうぞお越しください。黒潮され流し踊り1日目終了いたしました。9時をもちまして踊り花にも終了です。この後9時15分には交通規制解除となりますので皆様ご協力をお願いいたします。明日の予定もご案内します。明日は黒潮祭組踊り大賞が扱う名称公演会で開催されます。1時から午後の4時まで同じ時間帯黒潮公民館多目的ホールでは歌って踊ろうみんなでよさね1時から午後4時までの開催です。明日も黒潮祭どうぞお楽しみください。本日は黒潮祭流し踊り最後までご参加いただきまして誠にありがとうございました。それではこの後9時15分には交通規制が解除となりますので皆様ご協力お願いいたします。ありがとうございました。お帰りの際には足元にも十分気をつけてくださいね。また元気に明日お会いしましょう。ありがとうございました。